ホタテ貝を開いた様子。中央の白身を帯びた丸い部分が、閉角筋。閉角筋とは、軟体動物門2枚貝イズナや、これに似て2枚の可動性の殻で体を保護する、体勢を持つ動物が殻を閉じるのに使う筋肉。2枚以外のほか湾足動物門や節足動物門甲角ズナにも、この名で呼ばれる筋肉がある。2枚貝の閉角筋は、貝柱と通称され、 食材として重要である。二枚貝の平角筋は上記の通り一般に貝柱と呼ばれているものである。この筋肉は軟体部の背面と左右を覆っている外頭膜を貫通して直接からの内面に付着しており、通常二枚貝が持つ筋肉の中では側部の筋肉と並んで最も強大なものである。二枚貝の体は左右を二枚の殻で保護されているが、 この殻は、蝶部で人体によって結合している。人体は通常、外人体とその内方に位置する団体とに分けられる。外人体は、主に両角をつなぐ役目を持つが、外側から両角を開く作用もあり、強力な弾力を持つ団体は、内側から殻を押し開くための構造である。二枚貝を本に例えるなら、外人体は背、背表紙。 団体は本の奥に挟んだ消しゴムのような関係にある。この場合、本は消しゴムがあるため完全に閉じることができず、閉じるためには外部から押すか内部から引っ張るかしなければならない。これと同様に2枚以外の殻は力が加わらなければ半開きの状態になる。そのため内部から両角を引っ張る機関として左右の殻を結びつける閉角筋があり、その収縮によって 両角を閉じることができる。二枚以外は開こうとする団体と閉じようとする閉角筋がきっ抗することで開き方を調節しているのである。調理の際などに貝柱が切られたり熱で機能が失われたりすると殻が自然に開くのはこのためである。二枚以外の閉角筋の数は前後に一本ずつ二本であり、それぞれ全閉角筋、後閉角筋と呼ばれる。 アサリやシジミなどでは、この2本がほぼ等しい大きさであるが、紫以外などのガ外類やタイラギのように、5平角筋に比べて、全平角筋がかなり小さくなっているものや、ホタテガイのように、巨大な後平角筋が殻の中央の大きな領域を占めており、全平角筋は消失しているものもある。巨大な平角筋を持つ太筋や、短筋の2枚以外は、 しばしば平角筋を主たる、食用部とする重要な水産資源となっている。殻の内面の平角筋の付着箇所は、平角筋根と呼ばれる明瞭な痕跡となっており、殻だけの標本や化石でも、平角筋の位置や大きさを推測する手がかりとなる。つまり、平角筋根を観察すると、間接的に軟体部の形態を推測することができることになり、 分類学上重要な形質となっている。多くの筋肉は動的に収縮運動をするときも、性的に荷重にこうして収縮を維持するときもエネルギーを消費する。しかし、平角筋など一部の筋肉は一旦収縮するとエネルギーを消費したり疲労することなく荷重を支え続けることができる。こうした筋肉を制度筋と呼ぶ。食材として用いられるのは、痛や害、 ガイタラ、タイ平ギ、ホタテ貝などである。中国料理でも用いられ、用柱という。水揚げ後、素早く処理するのが慣用で、荒煮といって沸騰した水の入った釜に投入し、口が開いたら、引き揚げ、貝むきという器具で肉を起こし肉と殻とを分離する。剥ぎ取った肉は、外頭膜や内臓を取り去り、肉箱に入れ、再び舎軸する。舎熟は塩水を用い、 再び沸騰させ、肉が浮かび上がるのが時期である。引き上げの後、せいに並べ、水分を切り、乾燥機で媒介し、表面から脂肪が浸出したら終える。媒介中は動かして、正気を防ぐ。その後、火干しして、完成とする。大ぶりのものは二つまたは四つに割って処理する。ありがとうございます。